どうもこんにちは、ナッチでございます。皆さんノエルラッシュやりましたでしょうか？5体落ちるんですけど、全部ランダムなんで、すべてキノエルとかも可能でございますが、あまりにも確率が低いのでここで妥協しました。ここまで来るとやりたかったけどね。ということで今回はこちらです。グリーダ使ってみましょう。先週だっけ来てたナイトメアストリートってとこで出る幻獣のキャラクターなんですけども、グリザルの娘でございます。でグリザルとすごいリーダースキルが相性良くて、グリザルが回復力を上げるのに対してこっちが HP なんでバランスが良くなるということですね。うん、じゃあ早速使いましょう。でグリザルのフレンドなんていないと思うので、もう再起動安定です。やつにさっきプラス振ってきましたから、サブアカで、どこ行こうかな。アグニはちょっときついもんで、ゼウス、ディオス、コシュマルかな。いや、ゴッドラッシュ良くない？イーリア倒したくない？どうせなら。無理かな？ちょっときついか。イーリア倒したいと思ったけど、ちょっと無理だな。9倍だもんな。さすがに無理か。じゃあ、ちょっと神を借りたいんだよね。なんかこの見た目的にも。なので、聖獣たちの贈り物でいいですかね。ダメですよね。エース降臨、アグニ降臨は重たい気がするんだよね。ディオス、コシュマルかな？闇吸収あるね。どうしようかな。サンタクロース降臨とかいうわけのわからん降臨行ってみましょう。フレンドいるんですね。デスゲイザー。スキル同じです。デスゲイザーです。このパーティーで行きます。悪魔タイプで、まあ本人たちが列持ってるんで、やっぱ列かなってことで、あ、この子は持ってないんだけど、こっちが列2個あるんでね。はい、ミスリットが欲しいですね。ここはウェイで行きましょう。あ、でも 50% 以下ではあるのか。どうだ。はい、はい、ありがとうございます。キマイラですね。ここウェイで行けますかね。特にキラーとか入ってるわけでもないんだよね、このパーティーはね。なんかグリザル神キラーがあるイメージがあったんだけど、そんなこともなかったです。硬いし痛いで、まあ幻獣ということもあって確率がすごいアナザーぐらい低かったんですよね。普通の幻獣ってもうちょっと高い気がしたんですけど、今回のはすごい出にくかった反面、性能も高いです。うん、山本プロデューサーはフェスゲン並みとか言ってた気もしますが、そこまではないですけどね。はい、グリザル使います。光変換なんだね。てっきり回復かと思ってたよ。あ、やばい、危ない。さあ列にウェイを入れたらそこそこ軽く出るんではないかと。あー、でも9倍っちゃ9倍だな。そうか、最初は毒を作ってきた気がするんで、あー待って、でもなんたらヘブンが来るんじゃない、これなんたらヘブン来るんじゃない、大丈夫、毒作ってくると限らんよ。オチコン先輩、まさかあなたは僕を救ってくれるんでしょうか。ありがとう、君とアリエル。落ち込ん先輩イケメンすぎますね、今のは。そしてゲヒャは何なのよ。ちょっと回復取っとくね。ゲヒャハーって何なんですかね。ちょっと回復は取っとかないといけないけど、消さないわけにもいかないから、まあゲヒャ優先でいきますよ。プレゼントボーンだからこの降臨に採用したっていう説もなくはない。もともと多分そういうスキルがあるんだよね。この降臨のためだけにこいつが骨をプレゼントしてくれるってわけじゃないよね、きっと。いや、骨なんて必要ないけどさ。骨粉作って作物育てますかって話だよね。目覚めつけとこう。劉備これで倒せる気がしない上に発狂してきそうなんで、もうこの次おじちゃんだよね。パンドラも使っちゃいます。こんだけやれば倒せるはず。
あー水を入れたかったですね、ありがとうございます。目覚める、10時できました、ありがとうございます。 OK、 こういうなんか神様シリーズってね、発狂してくるんでね、大抵がね、まあ、神だけじゃないんですけどね、このゲーム大抵発狂してくるんで、デスゲイザーでいいよね、もう。パンドラで光回復にする必要ないと思うので、デスゲイザー使ってからパンドラで増やした後に明智で泥鏡。さあ、盤面は2色になってんのかな、もしかするとこれ。ぽいですね。なので、こんな感じで、どうや。完璧です。綺麗に終われたね。オッケー、いいじゃんいいじゃん。ちょっと火力の低さは目立ちましたけども、なんか終始安定はしてたかなと思います。ということでございました。今からゲットするには多分2月の復活を待たないといけないんですけども、もし復活した場合ね、この子ももしかしたら進化とかあるかもしれませんので、ぜひ狙ってみてください。1ヶ月後ぐらいの話ですね。はい、ということで以上ナッチでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。